成果はどうだった？では報告しますよ。聞いて驚いてください。というわけなのです。驚いたな。そっちもそこまで掴んでたのか。ふふん。あれ、そっちも？こっちでも現れたエネミーアバシスが有名プレイヤーとそっくりだってことにシノンが気づいてくれたんだ。でもプレイヤーデータを参照して作られたコピーが敵として出てくるイベントなんてちょっと危ないんじゃないかな。クレハは自分のコピーと会ったのよね。私だったらあまりいい気分がしないかも。そうだね。運営からも何の連絡もなかったし。下手をすると武器や戦闘の癖も見られちゃうわけよね。私なら自分のコピーなんて絶対に人に見せたくないわ。そうだな。 GGO でやるには冒険しすぎなイベントかも。エネミーアバシスの出現条件も結局はよくわからなかったね。でもでも今日見たコピーさんたちはみんな楽しんでるように見えたのです。ちょっと何言ってくれちゃってるのよ。今のクレハも十分可愛いと思うけど。もうアスナまで。ああ、もう私ばっかり不公平だわ。セリスコさんやイツキさん、それに闇風さんのコピーもいたんだし、あんたのコピーも出てくればよかったのに。クレハ、ツェリスカ、ヨミカゼ、イツキ。ユイ、ツェリスカにはランキング上位に入った記録はあるか？いえ、ツェリスカさんにそういった記録はありません。その他も何か公の記録が残っているということはないみたいですね。スコードロンが同じだったということもない。共通の武器かスキル？あ、いや、それも違うな。もしかしてプレイヤー歴かな。全員 GGO を長くやっているプレイヤーばかりだもの。なるほど、それならわかる。コピーの条件は過去の戦闘データがそれなりにあるプレイヤーってことか。残念ね、クレハ。リーダーのコピーが登場することはしばらくなさそうよ。そんな。あ、でもシノンも安心だね。映ってきたのは最近だから。そうね、条件が分かったから少しほっとしたわ。他のプレイヤーにバレたら嫌なことはいろいろあるから。俺もダメか。ちょっと残念だな。せっかくだから自分のコピーと戦ってみたかったよ。言うと思った。あの、マスター、何か忘れてるような気がするんです。何かすごく気になってたことを。何？どんなこと？前にここで話したような。それってレイちゃんのそっくりさんがいるかもって話のことじゃない？ああ、そうです、そうですよ、マスター。そういえばそもそもの話はそこからだったな。たちのせいですっかり忘れてました。すまん、俺も忘れてた。私もごめん、自分のコピーのインパクトで完全に飛んでっちゃってた。大丈夫です、私も忘れてたからおあいこなのですよ。でもよく思い出したぞ、アファシス。もしかしたらそれもイベントに関係してるかもしれない。そうね、プレイヤーをコピーするアファシスとレイちゃんによく似たアファシス、何か関係がありそうな感じはするわね。キーになってるのがアファシスなのは間違いなさそうだけど、いや、そもそもなんでアファシスの姿を真似たんだ？何かレイちゃんの姿でなければできないことがあるとか？みんな大変よ。ツェリスコ、そんな慌ててどうかしたのですか？まずいことになってるの。まずいこと？キリト君やアスナちゃんをコピーしたエネミーアファシスがフィールドで大暴れしてるのよ。え？え？